します。すごい素敵ですよ、すごい素敵、あの女太一も男太一も、あの素晴らしくて、私あのゲネ昨日のゲネで女役も見たんですけど、素晴らしい、今回だからすごい贅沢な日本立てというか、になってんじゃないかなと思います。どのあたりがすごいなっていうのは、いやもう 見たら皆さん多分ね、振り込んでちゃいますよね。私個人的に言うと、あの舞台で日本人って初めてなので確かにそう、お着物とか、そうなんですよ、でやっぱりこうミュージカルというイメージがありますが、今回は、はい、今回もちょっとだけ明治座なのに歌っちゃうっていういいんでしょうかっていう感じです、はい、そこはでも気持ちも込めて、もちろんです、はい、楽しませてもらってます。日本人の役はどうですか？日本人の役難しいですね日本人なのに、なんかいろいろやっぱ所作とか、お着物着慣れないので、頑張ってますけど、はい。悲しい星流すように、どれほど時が流れ、生まれ朽ちても、きらめく命、いつの日か花になるでしょう。明治座ですよ。新政府が勝利した場所に、この私が墓碑と祈りを捧げる。それがこの国の意志だ。今役職はお前たちだからな。本日あー田原坂明治座、明けました知念里奈です。東京は明治座で12日まで、そして名古屋みその座では14日から10日間、2週間ほど公演しております。お近くの方はぜひぜひ見にいらしてください。私舞台で初めて日本人役をやっていまして、こう着物を着たりなんかして、すごく楽しくやらせてもらっています。ぜひぜひ劇場でお待ちしています。